サマシタ高原のニーニーさんからのリクエスト、マシュンクブシをお届けしました。一旦 CM です。チューン島歌お送りしております。さて後半はお遊びコーナー、わらびだしです。今週は第3週目なので、子供ならではのエピソード、子供だから仕方ないなという微笑ましいエピソードがありましたら、ぜひ送ってください。そして今日は一人なので、もう一つ、父の日、日曜日父の日ですけども、何かしますかというテーマでやっております。ツイキャス来てますね。アッキーさん、ゆきねーって来てます。ありがとうございます。ナッチさん、どんなリクエストでもいいんですか？あ、どんなリクエスト？民謡、沖縄民謡でお願いします。沖縄民謡専門の番組です。はい。386コーナーは全然何でもいいです。歌謡曲でも、自分の作った歌でも何でもいいです。はい。で、番号は、090-3015-0797 090-3015-0797 です。さっき電話番号もう一回教えてって書いてあったんで、自分の番号間違って打ちそうになってました。なんか口走りそうでも怖いんですけど、はい、こちらのスタジオの番号はこれです。よかったらお待ちしております。ナッチさんはどこから聞いていただいてるんですかね。沖縄でしょうか。沖縄以外なんでしょうか。はい。かっちゃんさん。ゆきちゃん、こんにちは。こんにちは。ゆきちゃん一人かいな。そうなんですよ、今日は。大城さん、なかなか忙しいみたいで。はい。ゆきゆきなんですけど、今日はゆきだけです。はい。ゆうさん。お腹すいた。お昼もしかして食べてないんですか、ゆうさん。あー、かもしれないですね。この時間だったらね。皆さん、そうだ。今、お昼ご飯も皆さんは食べましたか？私はまだです。いつもね、1時から2時の番組なんで、先に食べるか後に食べるか迷うんですよね。でもなんか歌を歌うので喉に引っかからないように後から食べる時の方が多いんですけどね。ゆうさんも今から食べるんですかね。何食べるんですかね。はあ、そんなこと言ったらまた余計お腹空きますよね、はい、さてさて、父の日何しますかということでメールも来ております。あ、なっちさんからありがとうございます。はじめまして、田辺さん、こんにちは。キャスで聞いてます。あ、ツイキャスもね、さっき切れたまま止まってたんですけども、一人だと忙しいです。今つけたんで、ついてますよね、今ね。ありがとうございます。父の日は、普通に花束をあげようかと思っています。へー。母の日も花束を渡しました。あまり豪華なものは渡せませんが、気持ちだけでも渡せればいいかなと、甘い考えかもしれませんが、そう思ってます。なんか優しそうですね、ナッチさん。優しい方なんでしょうね。花束か。お父さんによるな。うちの父に花束あげたらどうなるかな。
母は花束喜びますけども、父の場合は、どうするかな、母にあげるかな。そのままね。まあまあ飾ってくれるだろうけど、でもね、何かこういうね、このちゃんと日を覚えていてくれて、プレゼントまでくれてるっていう、この、それだけでね、思われてるっていうのがわかるのでね、いいと思います。どんなお花あげるんですかね。私はね、何にもいつもしてないんで、今年は一緒に、この前帰った時に一緒に撮った写真を現像して送ろうかなと思ってるんですけど、なぁと思ってるって今言ってる時点で全然間に合ってないんですけど、もう今日現像出してすぐ送っても間に合わないな。まあでも、送れてもいいから送ろうかなとは思ってるんですけどね。なっちさんありがとうございます。はい。もう一個来てますよ。ラジオネームブルーハワイさんです。ゆき様、こんにちは。癒しボイスでいつも眠気をいただいております。かっこ笑い。この時間眠いでしょう。私の声でなくてもね。子供だから許されること。あ、はい。今日はね、わらび出しコーナー。そうだ、ちょっとこれ、わらび出しコーナーに行きます。じゃあ、ここから。わらび出しコーナーです。はい。ブルーハワイさんからです。人のお家のお庭とかに侵入することとか、笑い。ああ、子供ね。はいはい。昔、苔を集めて地図みたいなのを作るのが好きで。かわいい。うん。よく人のお家のお庭にまで侵入して苔をむしってました。そして道路の真ん中で苔の町を作りましたね。はあ、いいね。かわいい、なんか。いそうですね、そんな子供ね。なんか地面ほじくって。もし何してんのって聞いたら、ん?地図とか言いそうですね。へえ、苔か。あっちの庭ありそうだな、みたいな。覗いてね。ありそうだったら入っちゃう、みたいな。でも、これお家の人からしたら、苔もちゃんと育ててる、ね、綺麗なお庭の場合もあるから、勝手に苔ができてる場合もあるけども、ちゃんとお庭作って、ね、苔も生やしてたんだとしたら、ちょっとね、こらですよね。人の庭何しとんじゃって。へえ。でもなんか、で、何しとんじゃってて、集めて地図を作っていたんですって、ほら、ここに町書いてるのとかって、もし子供が答えたら、私だったら、そっかって言って、で、これは何って言って、もっと詳しく聞いたりします。とりあえず、怒りはするけど、何やってんのか詳しく聞きますね。でも、これからうちの家は取らないでねとは言うと思うけど、その作ってる作品、まあ、作品のつもりはないと思うけど、そういうものに対しては、おー、面白いってめっちゃ褒めると思います。へえ、かわいい。ねえ、いいですね。ブルーハワイさんの子供時代ね。スマホやテレビがなくても、いくらでも時間を潰すことができたあの頃、懐かしいですね。はいはいはい。今子供、必ずゲームで、なんかゲームか知らんけど、なんかスマホとか DS とかでね、画面見つめてるだけですもんね。なんか時間潰すって言ったらもうね、座って、ね、ちっちゃい画面に向かってなんか見てたり、まあ、指だけ動かしてみたいなのがね、本当に多いですよね。どうかと思いますね。だから、こんなして、苔でも何でも遊べるわけだから、子供はね。もう発想自由だから、こういうのを、なんか、もしゲームがなかったら、そういういろんな自由なことができた時間だったのにって思うと、あ、ちょっとだいぶもったいないんじゃないの、これって思いますね。
私だったらもう子供に DS とかは与えないですね。まあ大きくなってからはいいですけど、こういうなんか自由に、なんで、何で、もう別におもちゃでなくても、本当その辺にあるもので、何でもいいから遊べるっていうぐらいの子供時代には与えないですね。皆さんどうしてますかね。うん。だからこれを後から思い出して、大人になって思い出したら、あんなことやってたな、なんか楽しかったなっていう気持ちを覚えてるじゃないですか、割と。覚えてないですかね。私もなんか覚えてますよ。洗面器に、いろんなの覚えてますけど、洗面器、もう使わなくなった洗面器を庭に出して、そこに水張って、で、なんかボールとかをぷかぷか浮かべて、それをぷかぷか、こう手で押さえて沈めたり浮かべたりして、ぷか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 して、水遊びするのが大好きでしたね。なんかなんか気持ちよさとかを大人になっても覚えていて、何が気持ちいいことかとかいうのを分かる大人になるなぁと思いますね。そういう経験がいっぱいあるほどね。うんうん。だからこれがゲームだったら、まあゲームなりにいいところがあるんだろうけど、ちょっとね、幅が狭まるんじゃないかな。なんか身体的なね、感覚じゃないじゃないですか。指だけ動かすとかだからね。この五感でね、体全体で遊べる、なんかね、遊び経験してほしいですね。はいはい。ブルーハワイさん、メッセージありがとうございました。じゃあ、ここで、他は来てないかな。おおお、来てるな。ツイキャス、ゆうさん、山川真由美のゆいゆいリクエストということで、あ、じゃあちょっと探してみます。今ちょっとパソコンがくるくるしてるので、来た来た。曲は何ですかね。多分有名な曲、はい、わかりました。じゃあ、ありましたのでおかけします。じゃあ、ゆうさんのリクエストで、山川真由美さんのゆいゆい。
チュン島うたお送りしています。さてエンディング近づいてまいりますが、今 お届けしたのは山川真由美さんのゆいゆいでした。ゆうさんのリクエストでした。いや楽しくて、なんかね、音楽聴きながら皆さんと会話しているのが楽しくて、気づいたらこんな時間になっておりました。また来週もね、たくさんリクエストもらえたら嬉しいです。ぜひ木曜日の1時から2時覚えておいてください。さて今日は父の日どうしますかっていうテーマでねお伺いしてましたけども、メールもう一個来てますよ。銀のトロンボーンさんです。こんにちは、ゆきさん。父の日何する？やったことないですね。物心ついた頃には親父は天国でしたから、毎年父の命日には仏壇に線香をあげていますが、ってことです。そうですよね、あの本当になんかできるうちにねしかできないのでね、ぜひねお父さんいる人はなんかやってあげたらいいかなと思います。ネットで調べてみましたら、父の日悲しい現実判明、過半数がお父さんへのプレゼントはありませんという記事がありましたけども、今年はアンケートによりますと過半数の人が特に何も送らないという結果が出ているそうです。あらあらねえ、なんででしょうねお父さんね。でもちょっとね、言葉かけとかね、なんか一言でもねあるといいかな、お父さんね。またその後の関係もね、良くなっていきそうなのでね。はい。ということで最後は今日は私が好きな宮里奈美子さんのうやうむいをお届けします。父思いと書いてうやうむいという曲です。宮里奈美子さんのうやうむいをお届けしております。ずっと聞いていたいんですけども、お時間になってしまいました。ゆきゆき普天間進化チューン島唄、今週はこの辺で、また来週お元気で。